日本水道協会本部、公益社団法人日本水道協会は、水道技術に関する調査、研究、水道用品の企画制定、職員、会員の研修事業、水道に関する著書の出版などを行う、社団法人である。2021年4月1日現在、東京都知事が会長を務めている。今回の参加には、七地方支部、十六都府県支部、 北海道地区協議会が組織されている。会員委託を受けているアドバイザーによる水道の経営、技術、衛生の調査、助言活動や水道に関する経営相談、法律相談などを行っている。また、国民の水道に対する正しい理解と認識の功用を図ることを目的として、ポスターやパンフレット、ビデオなどを使って水道に関する広報活動を 展開している。水道技術に関する問題の解決を目的として、公務常設調査委員会、衛生常設調査委員会、特別調査委員会等などを設置している。公務常設調査委員会は、水道に関する技術的な問題を検討し、検討結果を全国の水道事業体に提供している。衛生常設調査委員会は、 水道用薬品や水質に関する問題、企画の審議を行い、日本の水道に関する生物や浄水試験の方法などに関する書籍等を発行している。配管技術、技能の向上を目的として、配水管の工事、設計に携わる技術者等を対象に講習会を行っている。講習会には、配管設計講習会、 海水観光技能講習会の2種類がある。また、水道施設の維持管理に関わる技術力を評価、認定する制度を水道事業体や民間企業の技術者を対象に実施している。2014年から2016年にかけて作成された独特なポスターが話題となった。 h t t p w w w j w w a o r j p s y u p p a n h e i k k o u u u html u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  html-http コロンスラッシュスラッシュ www.jwwa.or.jp スラッシュ upfile スラッシュアップロードファイルに101億9121万 60001pdf 日本水道協会による水属性ヤンデレポスター2016年版が登場いよいよ闇が極まってくるからネ、ね、トラボありがとうございます